白生地さんが俺にスリスリして俺のそばに座り込んじゃいました。かわいい、ありがとう。ここの猫ちゃんたちは俺慣れるのに大変だったもんな。たまにしか来ねえから。楽しい時間だった。あーか、まあ、向こうに水あんだからさ、綺麗な水飲もう。そこにあるんですよ、綺麗な水が。行っちゃった。まあみんな食べ終わって、チュールも食べて、ちょっとね熱こもって、あの動画撮れなかったんですけど、今ここで一休みしてますね。わかるかな、一発目にご飯食べた猫ちゃんが。よかったです、みんなご飯食べて、チュール食べて、おのおのゆっくりしてます。